川田城は、現在の岐阜県各務原市川島川田町にあった、室町時代、戦国時代の日本の城である。交少年間に、尾張国羽ぐ郡軍田村を支配していた土豪である、川島入道川田が学助が築城。城といっても広大な屋敷だったと思われる。川島入道川田が学助は、時史に仕え、数々の戦いに参加している。その一方、 支配下の農民には、養蚕や麦の裏作を奨励し、城内で市を開き、有力者との話し合いの場を設けると、農業の普及に力を入れていたと言われている。廃城時期は不明。川島入道川田雅学助も、文献としては、尾張氏にわずかに登場するのみで、生没年も不明である。川田城という名称も正式でない可能性がある。 前述の通り城主に関する資料もあまりなく、川田城という名も、城主と同じ名というのが不自然であり、当時からの名なのか厚生の通称か不明である。地名から川田城と言われていた可能性も否定できない。岐阜県道180号松原芋島戦沿にある川田町公民館の敷地内にある山の神神社が城内に祀ってあった紳士と言われている。また、 この一帯の古い地名は山の神といい城の敷地だったと思われる。ありがとうございます。